今更ながら豚足角屋についてお話しする。この前日曜だったのに急に角屋食べたくなって、案の定オープンから行列なので近くのコンビニでビール買った。回転は早いんだけども、角屋の豚足食べたいって思うと同時に口がビールになる。ネギがビビるくらい口臭くなる。そう、このネギには本当に要注意。マジで口がネギ臭くなる。でもここのプリプリの豚足にチビチビねしくりつけながら食べるのがたまらんのだよな。柔らかすぎて油断すると骨だけ取れるよ。うちは豚足に余計なことは何もしないぜっていうような薄い醤油の味付け。角屋って私の中の位置づけ的に休みの日ですっぴんで行くようなところだから、こうやってちゃんと取り上げることとかなかったんだけど、冷静になって考え直してみたら、中国カリスマニート協会副会長としましてはおすすめに値する量点です。食べ過ぎると気持ち悪くなっちゃうんだけど、この豚足2個とかでお腹パンパンになる。この味噌だれとくっさいネギと一緒に食べるのも最高にうまい。焼き鳥とかレバーとかいろいろ串もあるけれど、他のお店でも食べれるような味なんで、やっぱダントツで押せるのは豚足。帰りにカリスマニート協会会長ねんねん様と公園で飲み直したけど、豚足めちゃくちゃ喜んでた。